X30 チャレンジアジアパシフィック2015ジュニアクラス第3位ゼッケン20 K スピードウィン宮城俊介選手、第2位ゼッケン18チーム KBF 野中誠太選手、そして優勝はゼッケン24チームビエルアート名取哲平選手。さあ3選手が揃いました。それではまずはトロフィーの授与でございます。まずはイタリアンアメリカンモーターエンジニアリングマーケティングマネージャーのマルコ・モレティ様よりまずは優勝のトロフィーが贈られます。はい、おめでとうございます。続いて第2位のトロフィーでございます。そして第3位のトロフィーでございます。はい、おめでとうございます。10月にフランスルマンで開催されますイアメインターナショナルファイナルへの参戦パッケージサポートの目録が名取哲平選手に贈られます。おめでとうございます。続いてルボーセフォーミュラーアカデミーアワードの授与でございます。13歳以上20歳以下のドライバーで本大会において最も印象的で輝いた走りを見せたドライバーに株式会社ルボーセモータースポーツ様よりフォーミュラーでの練習走行ができるオープンアカデミーへの参加権となるルボーセフォーミュラーアカデミーアワードが贈られます。プレゼンターは株式会社ルボーセモータースポーツ坪松忠雄様でございます。さあそれでは今レースの受賞者は宮城俊介選手です。おめでとうございます。坪松さん、ありがとうございました。もうボトルがさ、ボトルがマグナムなんで本気で来ます。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ今日のレース振り返って、まずはスタートバッチリ決まりました。はい、ちょっと前と間空けてスタート狙えるように頑張って。その後はですね、本当にその後ろとの間隔がまあつかず離れずという形で追いかけてきている、まあ同じチームのドライバーとかもいるわけですけども、どういう思いでレース戦ってたんですか？そうですね、昨日の予選2でもペースは一番良かったんで、まあ午後の後半は結構ペース良かったんで、今日も昨日と同じようにいければなと思ってました。今日ここスゴでのレース、お世話になった方がたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひ一言お願いいたします。メカニックチームの、皆さんやメカニックのケンさんや家族、それとチームの、あのチームメイトの皆さん、ありがとうございました。Thank you very much。 さあそんなところでしたね。それではもう一度ご紹介いたしましょう。 X30 チャレンジアジアパシフィック2015ジュニアクラス第3位は K スピードウィン宮城俊介選手、第2位チーム KBF 野中誠太選手、そして優勝はチームビエルアート名取哲平選手でした。皆さん大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。